ちは、こんばんは。ゲーム動画の伊藤です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。アジアチャレンジ豆腐バックラン戦がやっております。やってきました。ということで勝敗表、そのバックラントップです。とともに8点3で並んでおります。クランカリバーズがパラマンティの上に来ているのは、おそらく得点ですね、4点と3点という理由でしょうね。パラマンティに勝つことは、バクラーに勝つことは絶対条件。そしてパラマンティになるべく点を取らないといけない、行くしかないってことですね。パラマンティが点取っちゃうと逆転されちゃいますからね。注意しか勝ち上がれないので、ということは超攻撃的布陣を敷くしかない。ですからね、この試合。そして、久しぶりに攻撃的布陣使います。強いな。なるべく点を取っていかないといけません。勝つだけじゃダメ。さあ、バクラーの勝率はやっぱり高いですね。チームあるし力差が。チャンス。あーっと、守備も堅い相手は。幸子、リア、君に抜けた、シュート入った、先取点。シュート打ってどうかなと思ったんですが、いや、左に吸い込まれていきました。これ選手変えてきましたね。縦に行く、
とこれは気をつけないと、コーナーキックになってしまいました。あー入ってしまった。同点を掴みましたね。です。ゴール。サードから奈々子。届かないか。前半終了です。はい、結構中断つかんでますね。全開です。絶対化するかもしれないけど。他の選手とバランス考えるとね、フレッシア選手中段を入れときたい。さあそして早くもう1点取りたい。もうそして最後くれる？本当だ、守ってくれなかった。いや、感づいてキャッチ。もう、残念。さあリードしないと終わってしまいます。その時点で危ない。まずはリードを奪うことが絶対条件だが、もう危なかった。来るとピンチは続く。いずれ点取られちゃいますからね。うまい逆サイド、クライセンは届かず。ヒルトも待っていて、速い、危ない、バーに救われた。ミラです。しかしピンチは続く。コーナーキックになってしまった。今日のコーナーキック、おっと横っ飛びなつき、本当です。あーちょっと隙が生まれた。危ない、守りクリア、一生クリア。もうゴール守るだけであれですね。人生さ、小杉にチャンスです。幸子シュート、ちょっと弱いな。ゴール守るだけ精一杯だですね。詰めるどころか必死のクリアが続きます。そして夏木のキャッチ、お時間がもうどっくりとなくなっていってます。アディショナルタイムは2分。決定台かける。そして試合終了のホイッスル。クラーに地点で及びませんでした。クリーンの先制パンチ。やったんですが、ここでワンバルに決められてしまいます。そして後半もたびたびピンチが続きます。そうですね、ここバーに救われたシーンですね。ヒルトンが上手くて、ヘルシロまたですね、こういうシーンが中盤までは続きました。さっきとこのシュートを打つが、これは弱い。
球決定打を試合ボールを支配率的にも下回って、シュート本数もこれ圧倒的な差ですよね。力の差を見せつけられた試合となりました。逆転されたってことですね。本体僕らは2点かバラマーク。いや、カーマンガイとは引き分けか。いや、バラマンティがカーマンガイに3対1で勝利して逆転になったんだ。バクラーと引き分けてるうちに逆転で進出ってことか。そしてリマッセ大阪ですね。グループ A はさすがです。続いていきます。サクササンダーボルトですね。ということで、残念ながらアジアチャレンジトロフィー決勝進出はなりませんでした。次からは再びリーグ戦で頑張っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ブログ、ツイッター、プレイリストもぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。